おはぁ。ダメ？嫌です。やめました。おはようございます。パチスロライターのガリゾーです。この番組、プロスロの食卓は、ちょっとずつ私も演者から、まあ、ちょっとずつ身を引きの聞くのかなっていうところでですね、映像でもう少しやり残したことがないかなというところで、もうちょっとだけ続けてみようかというところで始まった番組です。本日ですね、福岡県太宰府市の有効ラッキー37太宰府店で過去作の収録となります。で、まあ、ここまでは別にいいんですけど、この番組負けすぎじゃないです。でも10万ぐらい負けてますね。おかしいな。おかしいな。私もうちょっと勝てる人のはずだったんですけどね。まあでもやっぱりそれぐらい昨今のパチスロっていうのは、こう闇雲に打ってて勝てるわけでもないと。やっぱりしっかり台の良し悪し、お店の良し悪しを見極めて立ち回ってこそ勝てるのかな、そこで初めてこうプラス側に転じられるのかなっていうところも、まあ過去3回で伝えられたと思うので、まあ今日もですね、一応私の過去パチスロ生活28年かの、まあ実践経験の中から何かしら皆様にお役立ちできそうなことを話しつつですね、ちょっと今回はもしこの打ってる台ちょっとまずいぞってなったら、もしかしたら立ち回らせていただく可能性もあります。ちょっとぐらいはね、あとその私が説得力を持たせたいので、あ、一応この人勝つこともあるんだって思ってもらえるような成績にはしたいので、もしかしたらその番組の趣旨からちょっとずれて立ち回ることになるかもしれませんけれども、その人はちょっとご了承いただければ嬉しいかなと思います。はい、というわけで、今日も一日最後までご視聴のほどよろしくお願いします。というわけで、確保した台はエウレカ74、スマスロのエウレカですね。こちらのお店は、寝台がまあまあ扱いがいいと私は見ているので、こちらを取ってみました。早速打っていきましょう。まあ基本的なゲーム性としましては、初当たりのコーラリオンモードを目指していくと。で、まあマックスのハマりが1500かな。なんだけども、設定変更後は950がマックスの天井ですね。ここにウェーブっていう数字があるんですけど、この数字ですね。が、まあ、基本的にはゲーム数同様に1ゲーム1ポイントずつ加算されていくんですけども、これをね、飛躍的に伸ばすセブンチャンスっていうのがありまして、そこに入ると一気にこれが増える場合もあると。そのセブンチャンスの突入率に、まあ、ちょっと設定差があるよっていうのが、だからまあ気にするポイントですかね。70いくつから60分の1ぐらい。まあ、一般的に広角に移行すると何ゲーム続くかとかあるんですけども、このエウレカ4に限ってはですね、一回広角に行けばセブンチャンス一回入るまでは落ちないです。通常、定格状態のザクチェからのセブンチャンスに設定差があるんですけども、広角になると、今広角、まあ、これ一応広角下なんですけども、広角に上がると、全設定共通で 50% ぐらいか。これだから今、もし広角に上がったら 50% ぐらいでセブンチャンスに入るんです。まあ、あとの設定差は、まあ、仕頃、枚数オーバーとか、トロフィーとか、それ系ですね。まあ、実際今、信頼出たばっかりで、解析がそんな出てないんですよね。なので、今日は打ちながら、解析がまだ出てないところにいくつか言及していけたらいいかなと
セブンチャンスですね。これが、このウェーブを一気に貯めるポイントで、まあ、リプレイを引いたら転落したんですけども、リプレイを引かない限りはずっとレベルが上がっていくんですよね。でレベルが上がれば上がるほど溜まるウェーブが上がっていく。ベルを引けば、一気にレベルが2つ上がったりしますし、4択出るだったらさらに上がります。まあこれはエウレカあるあるなので、まあそうですよね、こんなもんしかもらえないです。あれが結構長く続けばここでもらえるウェーブ数が増えます。で一応ですね、ウェーブ天井っていうのが4つありまして、モードが ABC 天国ってあるんですよ。 A だと1550だったかな、 B だと950、 C だと550で、天国だと250以内に当たります。で一応250以内に当たる割合が 40% 以上あると言われているので、まあここからに100とね250が当たりやすいですね。ここにちょっと期待ですね。チャンスで出てるし、煽りが入るとね、このウェーブのところにチャンスって出ます。チャンスに変わるのかな。うん、チャンスに変わりました。ここのステージによって期待度が変わっていきますね。まあ基本的な当たりパターンはこのウェーブ数の当選かセブンチャンスからの、直当たりっていうのがありますね。で稀にですね、レア子役からの直撃っていうのもありまして、コーラリアンモードがそこにはすごく大きな設定差があると言われてます。1万分の1から3500分の1ぐらい、うん、100のところでは当たらず。あ、そっか、あともう一個当選ケーキがありました。 LFO モードったかな、404ゲームと808ゲームで抽選してるんですけど、それはこのウェーブじゃなくて、通常のゲーム数で抽選してて、そこから、まあ、チャンスゾーンみたいなもんですね、そこから当たる場合もあります。これもレア役ですね。これは強チャンス目、ポリスイカがいないので、セブンチャンス、今度は長く続けよう。さあ保証が消えました。もうすぐ引く気がするじゃならないな。押し順ナビ出したいな。そしたらね、レベル4つぐらい上がるんですよね。これこれこれ、押し順当てたらレベル9とかになりますよ。あー、おとと、あ、10問10になった。 5つ上がった。でこれでだんだんこう中身が良くなってくるんですよ。そのリプレイをかわせばかわすほど。いいよ、粘ってますね。あ、順押しすればね、これリプレイじゃない時もあります。あー、リプレイ緑なので100ゲームぐらい乗るのかな。100ウェーブ200だった、いいぞ。これで198プラス200だから250ところを踏んでるので、チャンス、うん、いきますよね。1個上がりました、ステージが。赤文字にならず。お、チャンスアップ250でしたね。ゲーム数が200ゲーム。投資が7000円。で、ウェーブ数が多分250のとこですね。オーラリアンモードは、まずエアリアルチャンスを目指して、エアリアルチャンスに入れたら、そこからゲーム数上乗せとか、ボーナスストックとかをしていって、出の玉を伸ばすと。
で初打ちと、その後に私2回打ったんだけど、このね演出の中で今ちょっと分かんないことがあって、もし見ていただいてる方々で知ってる方がいたら教えてほしいんですけども、コーラリアン中に回してるとね、このナビがねくるって回るときあるんですよ。多分子役以上だと思うんだけど、子役が外れてもね何も入ってないときあるんですよね。これです、くるって回るとなんか揃うんですよ。これね今ナビ出てるからあれだけど、ナビ出てないときも回るときがあって、だいたいリプレイとか揃うんですよね。意味が分かんないんだよな、それの。あ、うん、やりやるチャンス当たりました。やりやるチャンスは、この間にまたリプレイを引かないで頑張る系のゲームです。最初4ゲーム5ゲームか保証ゲーム数あるんですけど、この間にベルをいっぱい揃えるっていうゲームですね。それがなければ1ポイントから5ポイントぐらいで、ここに100ポイント貯まれば上乗せかボーナスストックかみたいな感じです。ここからリプレイ引くと終わる場合がある。リプレイ引いても終わらない時あるんですよね。で100に立ったので、これで上乗せか、基本的にねマークでロゴで出てくるんですよ。このロゴはノーマルタイプで、ノーマルパターンですね。赤いパターンとそれ以外もあります。おったやな。一応次にも引き付けますけどね、1個しか取れなかったです。でここからこの個数分消化していくんですよね。あ、まだ残ってるわ、さっき言ってたやつ。終わんない時もあるっていう。で追加で赤持ってきて、赤だ。これは V ストック取れるっていう時が結構多いですね。粘るね。終わったか、終了。緑3赤1取りました。でこれが次のゲームから4ゲームか、だから3発、ロゴが4つあるから4ゲーム続いて、で1ゲームあたり20以上の上乗せか V ストックかでプラス20ゲームもらったんですけども、これがね、まあ、例えるならあれな、名前何でしたっけ、5号機 のハーデスのなんだっけ、柄揃った後にレバーでドックンドックンって言って5分の1ぐらいで回ったでしょ、あれがあるんです。ベッドで、レントン出てきたら、これ出てきたらレバーでネタルな勝ち取れっつって、勝ち取れがない勝ち取れさせれば与えられまでいったら逆回転してこういっぱい乗るっていうのがあります。ここでのレア役は私今まで結構いいことあったな。もう1個取りました、レントン。いかない。V ソック取りました。これ今回ったら V ソックをいっぱい乗せていく感じになるけど。お。お願い。ああ、ダメだった。悔しい。レントン、レントン。出ない。ゲーム数とボーナス2つです。でこのボーナス、さっき出た順増が多いボーナスが2つ出てきますね。でね、これも解析まだ出てないんですけど、この画面がねレントンエウレカか、あとこれ LA4 でしたっけが4体ぐらい出てくるのと2種類あるんですよ。それが一応偶数奇数みたいなこと言われてるけど、どっちが偶数でどっちが奇数かはちょっと分かんないんですよね。一応これここの画面は疑似遊戯なのでこれでもいいです。まあ一応狙いますけど、でこのボーナス中の25ゲームはこの黄色ナビで12枚、あこれは8枚か1枚ビルしかいけない、これはね白7揃えばエアリアルチャンスを1個ストックできるんですけども、これは例によって逆押しから狙ってもいいし、逆ハサミで転売すれば2角だし、中押しして座に白7止まれば1角っていう、まあ歴代のエルエカと一緒ですね。いけた。開けてない。で、もう一個
V ストック2つしたのでもう1個ボーナスが出てきます。あ、これこれさっき言ってた LF4 の方じゃないかな、これで一応これ、ま、やりますね、これ一応疑似ボなのでこれでも別に問題ないです。このボーナスをいかに引けるかが、まあ、勝てるか勝てないか。あ、10ゲーム乗った。でさっきのエアリアルチャンスで得られた上乗せとボーナスでの上乗せで得られたゲーム数で、結構乗っかると。そう、そのねミッションっていうのがあるんですよ。たまに入る多分12枚役で抽選してるのかな、12枚ベルでちょっと分かんないですけど、それが入ると5ゲーム以内にリプレイ、これですね。あ、今のところ弱い。赤文字、赤文字、うん、あ、赤文字だ。じゃあ多分入りますよ。はい、大体はね5ゲーム以内にリプレイ引けばさっきのエアリアルチャンスに行くっていう仕様なんだけど、たまにねベルでいいよっていう時あるんですよね。それだとだいぶ突入率は高いです。まあリプレイですよね、普通はリプレイです。普段は引きたくないリプレイをここでこそ引きたくなるんですよね。あー残念、うわー何も引けない、ダメだ。160ゲームで515万円獲得。まあまあまあ取れた方かな。一応この後、セブンチャンスのストックがあったりとか、あとね、ARP 終了時に有利区間を切るときがあって、有利を切ったときには EXLF4 モードから入るので、もう一回 ARP に戻るっていうのもありますね。でもチャンス行きますよね。さらに上がりました。これ当たるんじゃないねえ、これステップアップです。ステップアップ前兆黄色赤ってなってくる、なるかな、なったなった。これは当たりますね。天国だったっぽいですね。250のところですね。157ゲームで250ゲームのところ、250ウェーブのところで追い線なしからのコラリアンモード。いいぞ。このね、12枚ベルの時にね、取りこぼしてる時とか、フロー時とかあるんだけど、なんかちょっと煽り臭いの入るんですよね。そこから、こうやって発展する場合があるので、なんか抽選してるんでしょうね。これは、高確率、リアルチャンス高確率ですね。よし。赤が欲しい。より1個じゃきついよ。おお V 取った、レントンレントン来た、お願い回って1回ぐらい回って、回らない。お、エウレカだ。一角入れます？一角です。当たりか。まあね、素人なら揃いしてますからね。よし、今度はいっぱい乗せよう。
お、危ない。一回取れました。レントン来た。来ない。ダメか。80ゲーム継続で665枚持ち越しで終了。でかくちゃくちゃだ。出て触りますよ。良いですね。弱チェだけど赤だから結構乗りますよ。乗ってプラスセブンチャンスをもう1回もらえる。281。当たるんじゃない、これ100のところで。当たりが軽いですね。軽いですね。はまりませんね。78ゲームおそらく100んとこですね。天国だと思います。めちゃめちゃ軽いです。おーすごい直乗せ。まあ回ったんだよな。回って外れてもね、何も入らないことがあるんだよな。あ、入った。うん、いいよ。終わってもうた。130ゲーム継続、累計913枚獲得で終了。ストックいるのかな？いそうですね。赤まで行った。今弱点引けばもうコーラリアンですね。あ、終わった。200ぐらい、うん、やっぱりモード移行とかに設定差があるんですかね。きっと早く当てるってなったらそうなるよな。まああとエウレカ3っていう、まあ、これの前進機種なんですけど、それではね、あの確か300ゲームちょいぐらいのと303ゲームだったかな、その辺にそのゲーム数で当たるっていう天井短縮みたいなのがあって、そこに設定差が結構あったんですよね。まあそれをこれに当てはめるんであれば404ゲームと808ゲームの LFO、 そこにもあるのかなっていう予想です。次で250ウェーブを踏んで、これが当たれば天国だったかも。いてもおかしくない。あー赤くなってならない。お、当たりました。いや、はまんないなマジで。98ゲームの250ウェーブのところでコーラリアン。
いや、マジでハマんないですね。一発だけでした。レントン来た。回って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 回った。もう一個もらいました。これ何回いけるかみたいな感じですね。ここの色でね、刺してます。ダメか。ここからもう回るとこも回る。もう回るかったの。ああ、回んない。2発だけでした。最高取ったことがあるのは5発かな、 V ストック。まあまだ2回しか打ったことないけど。あ、強水化。この強水化ってやりやるチャンスもらえないんですか。抽選中って書いてますけど。あ、取ってた？準備中の強水化で取ってましたね。しょっぱい。一応エウレカ3を踏襲しているのであれば、このエアリアルチャンスってね、確か高設定ほど入りにくかったんだよな。実際これはどうなんでしょうね。いやー、ほんと初当たりはめちゃめちゃ軽いんだけど伸ばせない。これは LFO 煽りですね。おお、入った。これは、AT 中に一応抽選してるんですよ。それで当たってたか、もしくは、有力感切ったか。EX ついてないから、多分 AT 中に。あ、ついてる。じゃあ、切ったかもしれない。EX ついてたら、もうこれやん確定なので。この32ゲームの間に、何かしら引いて、ストックしていくって感じです。そんなにたくさんストックできるわけじゃないんですよね。それは分かってんだ。EX 入ったの3回目で、初めて引いた時はゼロ乗せで、2回目引いた時は1回だけ上乗せしたな。なるとコーラリアンが次々出てきて、乗るか乗らないかみたいな。おお、取った。上出来です。なんかもうここまで順調になってしまうと逆に食卓らしくないですね。理不尽なハマりを食らうのがもう当たり前になって番組だから。110ゲームで累計1213枚獲得と。はい、終了。まあ、ちょっと今日は立ち回りたかったので、今席を立って見てくるべきなんだけど、俺多分やめないんだよな。ここまで挙動のいい台を。まあ、とりあえず天国だけ見ますね、じゃあ。
250ウェーブのところまで。抜けました。次の強いウェーブポイントは550のところですね。モード C だとそこが天井です。もう急なリプレイじゃないから、本日初の強チェリー。赤まで来ましたよ。押し順出て、押し順出て、コラリア入りました。あとはどれか。終わったー。通常のコラリアンプラス25ゲームです。434ゲームで当選ケーキはセブンチャンスからのコラリアン突入。20個乗せよう、20個。まあでも赤ですからね。レントン、来た。いやー、最終ゲームでナビ出ないんだ。それともナビなしは関係ないのか。105ゲーム307枚。これでちょっとストックなければ一回店内みたいです。情け。いつものバルブレイブは、うわー、もう1万枚近く出てますよ。5000枚、9000枚、6000枚。さすがだなー。こっちにも万枚と9000枚があります。素晴らしいですね。13の11で合成103分の1だって。ここ行ってもいいですよね。だってこれ、この台以外は綺麗に当たってますよ。残り時間的に考えてもね、ありじゃないですか。さすがに足りてるでしょ。104分の1、155。うん、さすがに足りてるよ。設定1、2ないし、それ以下が1台もないもん。というわけで、ここのお店の過去の傾向をちょっと踏襲しまして、マイジャグラー、この台以外の右2台、左3台は、絶好調で当たっている角4に移動してきました。残り時間はこいつを回して正誤確認していきたいと思います。いきます。あれ、パチスロって一番大事なのはお店選びなんですけど、お店選びが終わった後はやっぱり打つ機種選び、台選び、まあ、ぶっちゃけ目押し力とか、例えばこれで言えばブドウ抜きとかはもうおまけ程度みたいなもんですからね。毎回設定6に座れる立ち回り校舎には私がどんだけ目押しを駆使しても勝てないですからね、まあ、そういう意味ではね、やっぱりお店選び、台選びをこうやらない、立ち回らないってなると、それはね、負けますよね。217ゲーム単独、私が回したゲーム数が49ゲームで、単独の
負け。お、たった49ゲームで設定1だと650分の1の単独の化けを引きましたよ。あ、ちなみにここのお店でもしジャグラーを打つってなった場合はやっぱり優先順位は前ジャグラーじゃないかな。最優先は前ジャグラーの狙ってるところが取れなければ、まあ、そこからいろんな機種に派生していくような感じじゃないかな。ネオン管55のハキペカです。182ゲーム見えてます。どうですか、単独のビッグ。99ゲームで単独のビッグだったら BGM 変化。 BGM 変化、まあでも実際この食卓で初めて私を知ったって方もねゼロではないでしょうし、びっくりするぐらい負けまくってるおじさんは何なんだって思ってる方もねいらっしゃるでしょうからね、やっぱり多少なりとも説得力を持たせるためにも、まあ、ちょっとトータル成績はせめてプラスにはしたいですよね。単独の化け、ちょっとトイレに行きたいので次チェリーから空回しで行ってきますので、手からしといてください。はい、行ってきます。あれ、ついてないですけど。あ、本当だ、すげえな。みんな順調ですね。この近隣は皆さん順調です。157ゲーム、さっきペカなので中リール上段に並び倒し。チェリー重複の、チェリー重複の化け。142ゲーム、サキペカからの、からの単独の化け。7ゲーム、単独のビッグ。これで私の台も、座った時点では設定寄りでしたけど、133分の1、ビッグ9、レギュラー9回。高設定域に足を踏み入れ始めております。足の右2つ隣が117分の1で、私の右の2つ隣が107分の1で、私の左の隣が133。完璧じゃない。そして私の台もだいぶ回復して今130分の1台になってますし、あの可動にがちょっと怖いな。162分の1の、まあね、こう設定だったら全部が全部ってわけでもないでしょうしね、全部が全部出るわけでもないし、時間切りまで、この台で分回しますけれども、結果報告はエンディングでまたお話しいたします。終了。ではですね、私が今日目をつけていたというか、やれるんじゃないかと思ってたまずところを一個一個チェックしていきましょう。まずバレーブレイブ、ここに1万6000枚、反対側の角にも9000枚が、しかも今ちょうど革命ボーナス通して、これからラッシュのところですね。このお店はね、強い時は4、5台に1台満枚みたいな時もありますからね。あとはここの角3台か、7000、9000、5000。満枚が1台、2台並んでありますね。満枚、満枚、6000枚。あとはジャグラーですね。ジャグラーはやっぱり私が打っていた一角、この角から6台ぐらい、合成確率が117、158、この角にだけがちょっと弱いんだけど、でも弱くても158ですからね。その角さんが128、154、107、119。これは相当強いんじゃないかな。やっぱり今日はジャグラーも良かったんじゃないですかね。ポツンポツンとね、並んでてるところ以外にもあるんだよな、それらしきところが。
特にマイジャグラーわーハッピーの角台もいいや合成118だって何これアイムで3300回って合成80だってこんなアイム楽しいだろうな最後にですね半日ちょっとの段階なので答え合わせと言えるほどじゃないんだけどやめたエウレカの動向も見ておきましょうさあその後どうなったでしょうか出てるぞあれしかもボーナス軽いぞあすげえ出てるしまったいや私は当たり台に2度できたとは思ってるんだけど捨てた台も当たり台だったかもしれないですねいや別にそこまで悪すぎてやめたわけじゃないですからね、うん、より高精度な方に移動しただけであってうん、なので、ね、後悔はないです。はい、実践終了です。今日の立ち回りとしましては、エウレカから入りまして、まあ中身は悪くなかったんですけども、初当たりも軽かったですし、6以上で当たってましたし、ただ、まあ、それ以上に強いところを見つけてしまって、しかも空席が1台空いていたので、移動したところですね、まあちょっと上乗せしたのかな、枚数を。で、終わった感じですね。1000ゲームぐらい回しまして、まあ、単独レギュラー3回。で、チェリー重複レギュラーが1回か。ブドウがね、5.5 で圧倒的でしたね。はい。まあ、先ほど、帰り品ですね、エウレカの状況を見てると、またさらに盛り返してたので、まあ、やっぱりあったんじゃないかな、あっちも。ってな感じで、ちょっとだけ立ち回り会やりましたけど、どうですかね。まあ、正直、やっぱり自分が今までやってきたことを伝えることで、皆様の役に立ちたい。このプロスロの食卓の定義というか企画趣旨だけではやっぱりちょっと今勝ててないじゃんって言われると終わりなので説得力ないのでまあでもね今日はそれこそ、おそらく良さげ台あるだろう台からあるであろう場所に移動できたので投資も7000円322枚で出玉が857枚プラスの550枚ぐらい530枚ぐらいですしおそらく中身も良かったんじゃないかな、あったんじゃないかなと思います。毎回毎回こういうことができるかって言われると、まあ、ちょっと疑問なんですけども、やっぱりね、その私の場合、勝ってきた姿を見てもらうことで、誰かの役に立とうとしてきてたところがあったんですよ。で、まあ、今は体力的なところとか、まあ、時間の都合とかいろいろあって、まあ、勝っている姿、立ち回ってる姿を見せてるわけじゃないけども、一応自分の経験則とかから何かしら、役立つ情報を発信していこうという企画趣旨でやってますけどもやっぱりねこのプロストロの食卓でも時間がある時ぐらいはね真剣に立ち向かって立ち回ってこうせって積もりに行って積もったら閉店まで全突破まあそんな回があってもいいのかなってちょっと思いましたなのでそれが果たして見ていただいている方々にとっていいのか悪いのかちょっと私は分かんないんですけどももうちょっとこんな企画をやってほしいですとか何かしらこういうものは、こういうところを取り上げてほしいとかこんな機種打ってほしいとか何かしらご要望ありましたらコメント欄に意見いただけるとですね、この企画この番組の企画もいろいろと今後、改善されていく可能性もありますのでぜひとも投稿よろしくお願いしますはいそうなんですよ、次回ですねなんと2日連続同じお店で立ち回るという回がありましてこちらがですね、まあ、同じお店で2日連続ってなると横の比較じゃなくて縦の比較っていうワードが、まあ、古き良き昭和の時代のパチプロの言葉であるんですけれども左の台と右の台どっちがいいんだじゃなくて昨日の台と今日の同じ台どっちがいいんだっていうそれも縦の比較っていうんですけどもそれができる末狙い上げ狙いとかねその店の傾向を追いながら戦うっていう、まあ、ちょっとより実践的な、会にできるようなスケジュールになってますんで次の宮崎の会はちょっとがっつり立ち回る会にしようかなと思っております、ぜひ次回以降ものプロソロの食卓もご期待くださいというわけで、今回も最後までご視聴のほどありがとうございましたそれではまたいつもご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします